んだシティインフォメーション。みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。三田市では学びの町三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい町の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今日はスタジオに三田市民病院産婦人科の佐藤咲先生にお越しいただき、市民病院での妊娠中の診療内容やお産についてお話しいただきます。佐藤先生、よろしくお願いします。こんにちは、市民病院の佐藤です。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、今三田市民病院は市内で唯一お産が可能な医療機関だと伺っています。市民病院では年間どれくらいの方が出産されているんでしょうか？はい、平成29年度は1年間で345件のお産がありました。はい、ほぼ1日に1人の赤ちゃんが三田市民病院で生まれていることになります。そうなんですね。このうち約半数の方が2回目、3回目のお産の方で、当院で1回目のお産を経験した方から、また三田市民病院で出産したいという嬉しい声をいただいています。そうですか。毎年たくさんの赤ちゃんが三田市で生まれ、いわゆるリピーターの方も多いんですね。お産に加えて妊娠期間中の検査や診察の方も含めると、さらにたくさんの方が市民病院の産婦人科を受診なさっているということですよね。はい、そうですね。現在産婦人科は私を含めて4人の医師が診察を行っていますが、はい、妊娠中の定期検診からお産の当日、出産後の育児に関する相談まで、医師だけではなく助産師や看護師、栄養士や検査技師など多くの職種が連携してサポートする体制を整えています。そうなんですね。妊娠から産後までを通してサポートしてくださるんですね。あらゆるケースに対応してくださるという安心感を持って臨めそうですね。さあ、一方でそれでも出産にあたって不安を感じられる方も多いのではないでしょうか？はい、妊娠中は普段と違って体に様々な変化が起こります。はい、特に出産前後の妊娠22週から出生後7日未満を周産期と言いまして、はい、この時期は妊娠に伴う合併症や出産時のトラブルなど母子ともに突発的な異常が発生しやすい時期です。はい、周産期という言葉、だいたいお産の前後という意味かと思っていましたが、きちんとした定義があって注意を要する期間ということですね。では突発的な異常に対して市民病院ではどのように対応なさっていますか？はい、市民病院では診察時間外も産婦人科医が365日24時間体制で院内に待機しており、当院にかかりつけの妊婦さんの外来診療や入院中の妊婦さんへの対応、安全な分娩のための管理を行っています。そうなんですね。いつでも安心できる体制が整っているということで大変心強いですね。市民病院のように多くの診療科や複数の職種を抱えた総合病院でお産をするメリット、具体的にはどのようなことが挙げられますか？はい、産科と小児科が連携して対応するのはもちろんですが、はい、疾患をお持ちの妊婦さんなど対応が必要な場合には院内で関連する診療科の先生とともに連携して管理や治療に当たります。なんですね。総合病院である市民病院ならではの迅速で総合的な診療で安心安全なお産ができるよう努めています。まさに総合病院ならではのメリットですね。普段診察を受けている病院で見てもらえるのはとても安心ですね。そうですね。ただ妊娠経過中に早期の出産が予想されるなど、当院では対応が難しい場合もあります。はい、その際には地域周産期母子医療センターなどに転院していただき、
お母さんと赤ちゃんが無事にお産を迎えられるよう他施設との連携も図っています。はい、他の病院との連携も密にしているということですね。先ほど触れていらっしゃった医師以外の複数の職種の方についてですが、昨年はこの番組にも市民病院の助産師さんにお越しいただきました。改めてお伺いしてもよろしいですか？はい、今市民病院には24人の助産師がおり、妊娠から出産、産後にかけて様々な場面でサポートできるよう助産師外来や母乳外来などの専門外来を担当し、はい、両親学級、マタニティクラス、マタニティヨガ、いいお産の日などのイベントを充実させています。そうなんですね。またお産の計画書であるバースプランを助産師と協力して作成することで、お産を具体的にイメージできるようにして出産への不安を減らすように努めています。はい、妊娠中から産後にかけて助産師さんの視点からもサポートしていただけるということですね。では他の職種についてはいかがでしょうか？はい、当院には管理栄養士がおりますので、はい、妊娠中の血糖値や体重の管理など、普段の食生活で気をつけるべき点についてお話しすることもできます。はい、また月1回のペースで離乳食講座を開催しています。なるほど、さまざまな職種の方がお産をサポートしてくださっていることが分かりました。ますます心強さを感じますね。ところで市民病院で出産したいという場合はどうすればいいのでしょうか？はい、分娩は予約制としていますので、はい、外来を受診の上予約をしてください、はい、受付は随時しています。またご実家が三田の妊婦さんのいわゆる里帰り分娩も受け入れています。そうなんですね。里帰り分娩ご希望の方は ご家族が予約していただくこともできます、はい、その場合妊娠34週までに医師の紹介状を持ってお越しください。はい、ありがとうございます。市民病院での出産をご希望の場合はまずは外来を受診しご予約ください。また里帰り分娩を予定している方は妊娠34週までに医師の紹介状をお持ちの上ご予約くださいとのことです。次に分娩方法についてお聞かせいただけますか？はい、市民病院ではできるだけ自然分娩を基本としていますので、はい、原則計画分娩は行っていません、うん、ただし予定日を超えても陣痛が来ない場合や、陣痛が起こる前に破水し分娩が進行しない場合などは、はい、薬による分娩誘導を行うことがあります。はい、基本は自然分娩で進めていらっしゃるんですね。はい、そうです、はい、しかしいわゆる逆子、つまり赤ちゃんが骨盤炎になっている場合など何らかの原因で正常分娩が難しい場合や、はい、過去に帝王切開で出産されている場合には帝王切開をお勧めしています、はい、当院には麻酔科の医師がおりますので万一緊急で帝王切開の手術をする場合でも、麻酔科医師が麻酔を行い院内で安全な手術が可能です。麻酔科の先生がいらっしゃるということで、ここでも総合病院の強みが発揮されていますね。また緊急の手術でも普段診察されている施設で受けられるのは安心されるでしょうね。さあ、ところでこの時期インフルエンザや風疹などの感染症が気になるところです。これらについてもお聞かせいただけますか？はい、感染症による母子感染には注意が必要ですが、特に風疹は妊娠初期に感染すると、胎児に白内障などの目の疾患や先天性心疾患、感音性難聴を起こすことがあります。なんですね。風疹はワクチンで予防することができますが、インフルエンザの不活化ワクチン以外のワクチンは胎児への影響がまだはっきりしていないので、はい、妊娠が分かった後の接種はお勧めしません、うん、妊娠中はワクチンの接種が難しいのですね。感染を防ぐためにはどうしたら良いのでしょうか？妊婦検診で抗体検査をしますので、はい、その結果抗体値が低い場合には、身近な家族からの感染を防ぐために、はい、家族の方に麻疹・風疹混合ワクチンを接種してもらってください。はい、わかりました。早い段階でご自身とご家族の抗体の有無を調べておくことが大事です、はい、またできるだけ人混みを避ける、マスクをつける、うん、手をよく洗うなど普段の生活にも気をつけてください。はい、ご家族の理解と協力、そして普段からの注意が必要ということですね。
妊娠・出産は妊婦さんだけでなく家族みんなの大切なことと捉えていただきたいですね。さて最後になりますが、佐藤先生からリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。はい、私自身はこれまで同じ女性として妊婦さんの心に寄り添った診療を心がけてきましたが、これからもそれを継続したいと思います。また子育て支援の第一段階である出産について、院内では小児科をはじめとする高野医師や助産師、看護師、栄養士などとの協力、そして院外では地域周産期母子医療センターなどとの連携を大切にして、より一層安心して出産していただけるように努めたいと考えています。はい、ありがとうございます。次の世代を担う新しい命がこれからもどんどん誕生し、健やかにそして元気に成長してくれることを祈りたいですね。佐藤先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は三田市民病院産婦人科医師の佐藤咲先生にお越しいただき、市民病院での妊娠中の診療内容やお産についてご紹介いただきました。次回の放送は2月4日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。